どうも皆さんこんにちは。本日も何卒よろしくお願いいたします。さあそれでは本日ですが、また新作のスニーカーを購入しましたので、そちらご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで早速開封していきたいと思います。で、今回はミタスニーカーズで購入したスニーカーとなっておりまして、今回は動画では初登場のコラボということで結構テンションも上がっております。ではでは中身出していきたいと思います。さあということで今回ですが、まずはこちらのボックスになります。全体がホワイトベースで、天面にはニューバランスのゴールドのロゴで、サイドにはコラボ先のネームが入っております。で、全体的にはかなりシンプルですが、特別感のあるスペシャルボックスというような感じになっております。ということで今回ご紹介するモデルですが、つい先日発売されました最新のニューバランスのあのコラボモデルとなっております。それでは早速中身を見てみたいと思います。今回ご紹介するモデルがこちら、ジョウンドニューバランス 2002R ゴアテックスでございます。カナダモントリオール出身のクリエイタージャスティン・サンダースが設立したクリエイティブスタジオジョウンド、これまでも数々のチームアップを実現し、スニーカーシーンに大きな衝撃を与えてきました。今回はニューバランスとのタッグによるニューモデルが登場、 2002R をベースにした最新作が登場となっています。ということでこちら、まずは詳しくスニーカーを見ていきましょう。では全体像からディテール見ていきましょう。まずは左足から、全体はオーバー部分が深みのあるグレーで、アンダーのメッシュがブラック系ベースの2カラーで構成されております。で、サイドの N ロゴはブラックのレザーで、ヒールサイドには2002のロゴと、あとゴアテックスのタブもついております。で、ミッドソールは ML860V2 のソールがベースになっていまして、前から後ろにかけてアブゾーブとエナジーというニューバランスを代表するテクノロジーが採用されています。インサイドはこんな感じ、ミッドソールの構造が違うことで少し違う印象となっています。こちらは右足、特に左右での大きな違いはなさそうです。続いて正面から見るとこんな感じになっています。オーバー部分は毛足が短めのスウェードとなっていまして、あとトーボックスはブラックのメッシュが採用されております。シューターもブラックで統一されていて、インラインモデルでは入っていることの多いニューバランスのロゴなどは排除されていて、かなりミニマルな印象となっています。ライナーはブラックのメッシュになっていまして、同じくブラックのインナーにはジョウンドのロゴが配されています。シューレスはクイックタイプのものが元からついておりまして、ブラックの替え紐が付属しています。あとストッパーにはジョウンドのロゴが入っています。こちらはニューバランスのタグで、ゴアテックスのタグと、あとジョウンドのタグも付属しています。アウトソールはブラックのワントーンで構築されていまして、アッパーと統一感のあるソールとなっています。最後に後ろから見た姿がこちら、ヒール側もグレーとブラックのツートーンとなっていまして、ニューバランスのロゴに加えて入っているジョウンドのネームでコラボレーションの特別感が演出されています。ということでまず見てみましたが、いかがでしょうか。では改めて全体像を見ていきたいと思いますが、アッパーはかなり深いグレーとブラック系のツートーンになってまして、グレーもブラックも結構独特な雰囲気の色味になっているかなと思います。で、色の感じがいいなというのももちろんあるんですが、意外とというと失礼かもしれませんが、 N ロゴのレザーの感じがなんともいいアクセントになってるなというところも目を引きました。なんか単純にこうレザーの N ロゴっていうだけじゃなくて、実物を見ると結構な存在感になってるかなと思います。やっぱり単純なグレーとブラックのツートーンというわけではなくて、全体的な微妙なカラーのニュアンスと素材感のバランスの取り方というところで成り立ってるんじゃないかなという印象です。というところで改めて実物の感想なんですが、まあ本当にありきたりな言葉になってしまって申し訳ないんですが、これはやっぱり実物最高だなというのが第一印象です。初めてジョウンドコラボのニューバランスを手に取ったということで、ちょっとフィルターがかかってしまってるかもしれないんですが、まあやっぱりこれみんなそれ欲しくなるよねと思えるような一足かなと思います。動画ではちょっと伝わりきらないかもしれないんですが、なんというかこの深みのある独特な雰囲気があって、画像で見ているよりも断然いいなというのが感想です。今回このグレーとあと深いグリーンの2カラーがリリースされていまして、個人的にはちょっとグリーンの方に気持ちが傾いていたんですが、このグレーでもまあ十分というかかなり満足度の高い一足じゃないかなと思いました。で、あと定価は 33,000 というところで、まあ正直ちょっときついかなという気はするんですが、まあ他のブランドでも軒並み価格が上がっているということも踏まえて考えると、相対的にはコスパも十分かなというような気がします。で、あと最後に購入の経緯なんですが、今回は三田さんの店頭抽選で当選した一足になっております。先日ショート動画でクロットとアディダスのスーパースターの並び動画をアップしたんですが、帰り道に三田さんから当選メールが届きまして、いや本当にこう残念な気持ちが吹っ飛んだというような感じでした。メールが来たのが発表の翌日とかだったので、かなりびっくりしましたね。
2月のリリースの中でもかなり欲しい一足だったということもあってめちゃくちゃ嬉しかったです。ということで続いてこちら、実際に履いて履き心地やサイズ感も見ていきましょう。ではまず履き心地ですが、テクノロジーとしては 2000R に共通していることですが、ソールの前足部にアブゾーブで、後ろ足部分にエナジーが採用されています。で、実際の感想としてはしっかりと衝撃を吸収してくれつつ程よいクッション性を感じられるというような履き心地になっていて、その加減も絶妙なバランスかなと思います。ホカとかアディダスのブーストみたいに履いた瞬間のふわふわだったり跳ねるような感覚みたいな派手さはないんですが、本当に程よく安定感のあるバランスかなと思います。あとアッパーの感触についてはゴアテックス特有の硬さは少し感じますが、不快に思うほどではありません。程よく足を包んでくれるような印象です。で、トータルで考えても個人的には2000に全体で言えることですが、長く歩いても疲れにくく、かなり履き心地の良い部類のスニーカーかなと思います。続いてパンツコーデですが、まずパンツの色について、基本的にスニーカーがグレーとブラックというかなり使いやすいツートーンになっているということもあって、黒系のパンツやネイビー、あとカーキやグレーなどかなり幅広いカラーのパンツに合わせられるんじゃないかなと思います。また太さについても比較的細めのパンツでもかなり太いワイドパンツでも合わせるのにそこまで苦労することはないんじゃないかなと思います。ただまあ少しいなたさのあるような感じではあるので、まああまりこうトレンド感のない感じで履いてしまうと、スニーカーに興味のない人から見ると、まあ、ちょっとおじさんっぽいシューズに見えてしまうかもしれません。あと丈感についても、まあ、そこまでボリューム感が強すぎて苦労するようなモデルではないので、普段通りのスタイリングで大丈夫かなと思います。全体としてはスタイリングの幅も広く考えられそうですし、全体のバランスも取りやすいモデルかなと思います。最後にサイズ感ですが、今回少しややこしいのでご注意ください。まず 2000R はモデルによって多少上下あるんですが、基本的にはやや細めの作りになっています。ただゴアテックス系のモデルに関してはシューレースで調整できる範囲が少なかったりして、結構大きめに感じる方もいるかなと思います。なんですが、今回のモデルを他のゴアテックス系のものと比べるとやや細めに感じるタイプじゃないかなと思いました。じゃあ結論としてどう買うのがいいかと聞かれると、個人的にはハーフアップせずにマイサイズで買うのがベターかなと思います。具体的にはナイキのエアフォース1が 26.5 だと同じサイズを基本にしていただく感じです。ちなみに私は通常の2002は 27cm で、ゴアテックス系の2000には 26.5 で、他のニューバランスは一部を除いて 26.5 を選ぶことが多い人間で、今回も 26.5 を購入したのですが、まあ、ほんの少しタイト差はあるものの、ほぼ間違いないサイズ感かなというような印象です。27にしちゃうとちょっと縦の余りが気になりそうかなと思いました。その他普段の私のサイズをこちらにも載せておきますので、よろしければ参考にしてください。はい、ということで履いてみましたがいかがでしょうか。自分で動画を出しておきながらこんなことを言うのはなんなんですが、まあ、正直動画で見るよりもおそらく実物の方がかなり上回るんじゃないかなと思います。なので実物はこれ2割増しぐらいで考えていただいていいんじゃないかなと思います。で、トータルで言うと雰囲気が本当にいいなというところと、あと履き心地も間違いなくて、服にも比較的合わせやすくて、で全天候型対応ということも含めると、まあコスパ的に見ても後悔することは少ないモデルかなと思います。ただまあちょっと今プレネを見てみたら5万円とかになってるので、まあそれを加味して今から買うのにおすすめかというと、まあどうでしょうか。もともとプレネで買わないタイプなので何とも言いにくいんですが、他のジョウンドコラボと比べると、まあおそらくですが買いやすいのかなというので、まあジョウンドを初めて買うという方にはいいんじゃないかなというのと、まああとはそもそもそれぐらいの価格帯でスニーカーを探しているという方にはかなりおすすめできる一足じゃないかなと思います。なので興味があるよという方にはぜひ一度手に取ってもらえたらなと思います。はい、ということで本日はジョウンドニューバランス 2002R ゴアテックスをご紹介しました。今後もいろいろなスニーカーをご紹介していきますので、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。